それでは早速やらせていただきます。閉店事件。 The closing is in on Jonathan and Ronan. Not Ronan. あ、やば、もうバイトの時間を過ぎている。早く車に乗らないと。服が質素だ。あれ、もしや私女性。あら、この服は、あら、女子。私女子だったの。あら、ヒールだわ、これは。女子だわ、私は。私は女子だったの。あ、やばっていう低めの声を出していたが。待って。何を待つ。待って。アパートを出る。出よう。仕事場に行かなくちゃならないんだね。それでは行かせてもらうよ。この町は本当にいい町だ。どんどん降りて行こう。なんだ？何か音が聞こえる。明るい音楽だ。携帯が落ちているぞ。携帯を手に取ったが、これはどうすればいいんだ？なんだ？話してみるか。探し方が独特だな、お前。すみません。何かお探しですか？これを拾ったんですけど。僕。何なの？僕何なんだよ。仕事に行こう。着いた。あれ、これは某なあ、バックスじゃないか。いい飲み物だ。なんだこれは。ハム&マリボーチーズだ。ハム&マリボーチーズは置いてないのか。これか。ハム&マリボーチーズのようなものがあるぞ。それが一番好きなんだ。自分の荷物を片付ける。自分の、あ、マスクの男。遅れてしまいました。これは確か。遅れてしまいました。すみません。お前気をつけろよ。次は店長にチクるからな。本当にすみません。ありがとうございます。これからは気をつけます。気をつけるだけじゃ足りないんだよ。遅れないって言えよ。わかったか？はい。もう遅れません。お前、オーダーの時アタウトするだろう。オーダーに困った時のために参考にビデオテープを取っておいたから目通しておけよ。わかりました。そして間違えたドリンクはちゃんとゴミ箱に捨てとけよ。あともう一つ、携帯とのものは数によろ、お前ロッカーに入れとけよ。わかりました。はい。嫌な人だ。誰かいるぞ。ハロー、どうも。裕福そうなおじさんだわね。何？知らずコーヒーと言ったか。こういう洒落た姫はじゃ初めてなんだ。どうも落ち着かない。この店はなんか変だよな。娘が好きみたいでよく飲んでいるから来てみたんだが、飲み物は君に任せるよ。ああ、二つお願いするよ。お飲み物がお二つでよろしいでしょうか。ああ、それでいいよ。それにしても本当に不快だ。こんなものにこんな値段がするのか。嫌なやつだな、こいつ。コーヒーはドリップコーヒー。はい、簡単、めちゃくちゃ簡単なやつ。ありがとうございます、お買い上げ。ジジイはコーヒーだけ飲んでるからいいんだろうな。これ蓋か。蓋だからそれは置けるはずないよな、蓋のみよな。はい、ジジイコーヒー一丁入りますよ。はい、蓋閉めて。はい、完成！持ってけ！何が不満なんだ！一回どかしてからもう一回置くってこと、もしかして。一回ラテをどかしてコーヒー置く。あ、帰れジジイ、早く！おめえみたいなやつ一生聞くんだねえぞ！ジジイ、最初から取ってけよ！おいジジイ！てめえ、この野郎！ありがとうくらい言いやがれ。何も言わないジジイがよ。おめえみたいな客が一番嫌いなんだよ。おいジジイ、見送ってやろうか。見送ってやろうか、お前。
外に出れねえじゃねえか。あのジジイがよ。なんかカップの蓋だけいっぱい来たー、いっぱい来た。お姉さん、俺抹茶ケーキ。次、俺ね。いや、俺だって。俺それで出てキャラメルもか。じゃあ俺は抹茶クリームチラペチーノ。お前いつも飲みきれないじゃん。だから俺とシェアしようぜ。確かにそれいいな。そうするか。俺まだなんだけど、姉さん、あと俺パンプキンケーキ。俺も何か食べよっかな。お前さっき頼んでいいぜ。僕はキッズココアで。キッズココア、お前マジかよ。今お金なくて。それ先に言うよな。それくらい怒ってやるよ。ほんと何が飲みたいんだよ。え、でもいいから言っとけよ。こいつお金持ってるからさ。いや、そんなんじゃないけど。でもほんと何でもいいぜ。ほんとホワイトモカが飲みたいです。オッケー。食べ物は？いや、そこまではいいよ。仕方ない。食べ物は俺様がおごってやる。でも、じゃあアメリカンワッフル。ワッフルな。二人とも。おい、どうしたんだ。どこ見てんだ。なんか音聞こえなかった。音？どんな音だよ。俺も聞こえなかったんだけど。なんでもない、あんた、あねあんた。大丈夫や、いいんならいいけど。まあ気のせいだろ、そんな時もありゃ。お姉さん、俺決めてや、アップルパイで。お会計はどうされますか。一緒でいいよな。マチカルキャラメルジー一つ、それでキャラメル1点、ホワイトマーケ1点、マキュルネズン、パンプキン、アメリカンフォール、アップルパイ一つ。はい。あれ、ね、注文間違ってた。全部オーダーのこの紙に書いてあるんだよ。どんだけいっぱい注文してんだよお前ら。パンプキンケーキね、パンプキンケーキ、パンプキン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 はパンプキンどこだ。パンプキン持ってなかったか。パンプキンある。はい、パンプキン、はい、パンプキン、ちょー、はい、パンプキン入ります。はい、パンプキン持ってけー。はい、次はアメリカンワッフル、アメリカンワッフル、アメリカン、アメリカンなワッフル、アメリカンワッフル、はい、アメリカンワッフル、アメリカンワッフル、はい、アメリカンワッフル、ちょー。ヘーゼルナッツシロップ、チョコレートソース、はい、最後チョコレートソースで終わりー。はい、チョコレートソース、はい、はい、蓋閉めて、はい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 、あとは紙貼って、なんで違う。ソルテッド、ソルテッド、はい、ソルテッド、はい、キャラメルラチカラチ、はい、超、はい、次、抹茶クラメルチャラペチ、はい、抹茶ラチャチャラチラチのブレンドアイスミルク、抹茶パウダー、ホイップクリーム、ブレンドアイスミルク、抹茶パウダー、はい、オッケー、ブレンドアイス、抹茶ミルク、ホワイトミルク、ブレンド抹茶、オッケー、はい、アイス入れて、ブレンダー、はい、かけまして、その次、はい、全部忘れました。ミルク抹茶パウダーホイップクリーム、ミルク抹茶パウダーホワイトクリーム、ミルク抹茶パウダーホワイトクリーム、ミルク抹茶パウダーホワイトクリーム、ミルク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 抹茶パウダー、ミルク抹茶パウダー、抹茶パウダー、抹茶パウダーホワイトミルク、え、ホワイトミルク、ホイップクリーム、ホイップクリーム、ホイップクリーム、はい、ホイップクリーム、はい、完成、完成、コールドだったっけ、ホットだよ、コールドだなこれは、はい、コールド、はい、完成しました。はい、オーダー抹茶クリームチラペッチーノ。なんでー、なんで、え、牛乳抹茶パウダーホワイホイップクリーム、牛乳抹茶パウダーホイップホイップクリーム、アイス入れ忘れた。氷、氷が、氷が入ってない。氷、ああ、はい、完成、はい、はい、完成した。はい、抹茶クルチェルベルチーノアイチャー。はい、次、ダーティースティック、あ、ホワイトモカだ。ホワイトモカ、ダーティーってなんだ。コーヒー、スチームミルク、ホワイトチョコレートソース。簡単。ホワイトチョコレートソース。
チームミルク。ああ、もうミルクミルクやんけ、こんなの。お前、よく飲めんな、こんなの。はい。ミルクミルク、ダブルミルクいきます。はい。あちあちダブルミルクに名前変えた方がいい、こんなの。はい。あちあちダブルミルクでーす。はい、帰れー、帰れ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 。こんなに注文あって、お前遅いなと思ってたろ。こんな立ってな、座って待ってろ。こんなところで待ってるやついないぞ、普通は。出てけ、4人のお前。何も言わねえで帰るんだよな。そうそうか、スタバだからな。ありがとうなんて言わねえよな。車持ってんのか、お前ら。大学生か高校生か、なんだ。あー、早い早いなー、早い、飛ばしすぎ、お前ら。警察捕まるぞ、こいつら、マジで。おー、なんか白髪じいさん来た。白髪じいさん、あれ、1回目に来たじいさんとは違うか。マルコちゃんに出てきそうな。なんか、おー、お前なんか裸じゃないだろうな、お前。ラテよ。渋、その見た目の感じでラテなんだ。ラテもう一回作ったからね。コーヒー入れて、スチームミルクでしたね。スチームミルク、はい、スチームミルク入れて、はい、これ置いて、はい、できた。はい、スチームミルク、はい、もうベテラン、もうベテランですよ。はい、完成しました。早すぎるね、じいさん。いつもと違うでしょう。早いでしょう、今日は出てくるのが。はい、じいさん帰ってください。ありがとうございます。さよなら。なあ、俺は探偵だ。怪しい奴を見なかったか。最近事件が増えて依頼が殺到している。店の何かおかしなことはなかったか。いや、特に。何かあったら電話してくれ。トラブルに巻き込まれたくなかった場合は早めに閉店することをお勧めするよ。いや、そんな無理だよ。私は一店員なんだからさ。店長でもなければそこの偉さんでもないんだから。探偵さんだったらそこで待っててくれよな。あ、いや、バイキンだらけ、バイキンだらけ。何が起こった？停電しちゃったよ。あ、そういえば中になんか電線みたいのがあったな。覚えているぞ、私は。そこの奥だ、そこの奥かなんかに。ほら、ブレーカーオン。なんだ、誰か入ってるのか。なんだここは。なぜこんなところに扉が。なんだこれは。牛乳。誰がこんなところで牛乳を飲んでいた。あ、牛乳、二つも牛乳。倉庫に二つも牛乳が。なんだ、倉庫に二つ牛乳。牛乳、ヘンゼルとグレーテル的な牛乳で誰かにおびき寄せられている。捨てよ、捨てれない。あ、牛乳戻すか。あ、元に戻す。あ、はい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 、よし、全部戻そう。よし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 。11月15日、いい子。私は倉庫で目覚めた。と思ったら家だった。今日も出勤の時間だわ。早く出なくちゃ。さ、またあの先輩に話しかけなくちゃならない。また嫌みやれるのかしらね。おい、マジかよ。また遅刻かよ、寝坊か。いや、すみません。だからすみませんじゃないって。逃げるです。もっとやる気出せよ。そんなの俺でさえこんなにしっかりしてんだぞ。ママに起こしてもらえないの。すみません。嫌な男だな、あいつは。ハゲきたけど。あ、そんなハゲてなかった。ねじれてる、ねじれて。あ、誰か見てるよ。誰か見てる。誰だ。君、待っていなさい。くそ、待たせている。誰か見ているんだ。私のことを見ている奴がいる。不気味な男がいるな、兄さん。不気味な男が見てるんだ。奴は何だ。コーヒーとアニキャマフレーアップパイキャンドルソース。申し訳ありません。もう一度ゆっくりお願いします。すいません、早すぎましたね。カフェイチアメリカンラファーアベルアップパイカロニーシリアルステンディ
エロジェルタンブルジャルセン以上です。英語ペラペラおじさんだ。ジェームズさん、キャラメルスコーンとアップパイ、アメリカンワッフルいっぱい食べますね。エミリカンワッフル、はい、エミリカン、イエー、ハンハンヘル持ってけ、アメリカンワッフル、and キャメルスコーン、キャメルカーメル、キャーメルスコーンな、はいはい、キャーメルスコーンな、はい、キャーメルスコーン、はい、ゲッアウト、ゲッアウト。どうもありがとうございました。日本語お上手ですね。ありがとうございます。日本に住んで15年経つんです。そうなんですね、長いですね。私は毎回コーヒーを頼むのですが、最近味が違うことがあるんです。大丈夫ですか？え？お姉さん、ここ何か最近変じゃない？この店はなんか、あそこにいる彼は知り合いですか？どこに行った？あいついないぞ、消えた。ん？私の気のせいだったのかもしれません。もしかしたらお姉さん呪われているかもしれませんよ。はたまた私が呪われているのかも。なんて、すみません、もう行かないと。ではまた。怖いこと言いやがって。おい、肩幅どうなってんだ。お前の肩幅すげえな、じいさん。その肩幅でそんな小さい車乗れるか。早いな、いつもコンパクトカーだぞ。肩幅広めの人にしては狭いんじゃないか。11月27日。あー、遅刻遅刻、もう嫌だわ。またあの上司に怒られちゃうわ。先輩、あいつマジで嫌いなのよ。あー、びっくりした。お前、お前だよ。前向いて運転しろ、ババアが。お前、最近の若い人だと？てめえ、赤ちゃんを連れながらそんな猛スピードに突っ込んでくんな。父デカ女、今日は初のヘイティメディのシフトだね。はい、夜は変なお客さんが来るんじゃないですか。まあ、頭にいるよ。そんなことより仕事に集中しろ。やることいっぱいあるんだから。実は私、ストーカーに会ってるかもしれなくて怖いんですよ。誰もお前なんかに興味ねえよ。なんかあったら俺が助けてやるよ。キモい先輩だな、あいつ。うわ、並んでる。ドレミみたいな。君たちドレミでしょ。キャミン、トイレ行ってくるわ。キャラメル頼んでて。オーケー、私はシナモンロールとチュロスとコーヒーホイップ追加で。そんなに食べるの？お支払いは別々ですか？一緒でいいです。私は抹茶クリームフラペチーノ。はっ、今そうさめんよ。死ぬよ、時期考えなって。余裕だって。ああ、運動前になんて言ってたっけ。キャラメルジジュンガね、キャラメルミギエト。いや、フラペチーノの方でしょ。だから、それ死ぬんだって。死ぬないよ、それあっただけだって。ああ、もう、じゃあお姉さん決めてください。それではキャラメルマキアートホットでよろしいでしょうか。いいかどうか言え。あー、ロールケーキね。はい、ロールケーキ、ロールケーキ初じゃないか、出るの。ここのロールケーキ美味しくないんだよ、多分。お前だけだよ、頼むの。ま、いいでしょう。ほら、上、ストロベリーチュロス。あ、チュロスね。あ、チュロスって言ったら映画館以外で食べるか。映画館以外でチュロスなんて食べんな。ブブじゃないよ。いい、チュロスいっちゅう。じゃのフラペチー、へい、チュー。はい、持ってけ。コーヒーホリップクリーミー。はい、次。はい、できました。キャラメルマキアーツ。はい、帰れー。
帰れ帰れ、おいありがとうも言えねえのか、おい。ラテです。ラテですね。370円になります。370円。10円玉が4、5、6、7枚と、あと100円玉が1、2、あれ？あれ2枚。あれ270円だ。あれじゃあこれ、あ、無理か。あ、無理か。仕方ないから、もうじゃあ、あ、今日も無理か。もう帰るか。もう無理、諦めるか。あと100円なんすよね。俺出しますよ。あ、でも困った時はお高めっすからさっす、うん、うちの親父がいつも言ってるっす。今日寒いし温かいものを飲んだ方がいいっすよ。こんな俺なんかにありがとう。気にしないですよ。うん、ならありがたく頂戴します。本当にありがとうね。うん、あ、そういえばお姉さんって霊感ある？いえ。そうかい、ならいいんだ。お姉さん、俺バニラだってね。てかお姉さん一人っすか？いいっすね、キラキラ。いいやつだと思ったのにな。あー、すごい仲良くなってね、二人でくっついちゃって。おいおい、あんたの手どこに入ってんのそれ。あんたの手が、お前そんな二人でイチャラブ、いきなりおっさんずラブ始めちゃってさ。はい、注文受けたまわります。スチームミルクですね。スチームのミルクと、はい、ずらしておいて、ぶっかけて、蓋閉めて、はい、完成と。おれ、あ、一人だけになってる。せっかくのイチャラブだったのに悲しいね。なんだ、何の音だ。おい、テレビ、なんだ。おい、こんなのバイオハザードのタイラント来る映像でしか見たことないぞ俺は。これ外だよな。ここ側だよな。いないじゃないか。なんだ、不気味な文章。初めて会った日、そう、あのチラツで彼女は僕に笑いかけてくれた。一輪の花のように彼女を思うだけで胸が高鳴る。こんな気持ちは初めてだ。今日もいつものように周りを照らしているのだろうか。12月5日、リンゴが落ちてきた。ミルク、バナナ、写真に釘が、ドライバーか。なんだ、なんだ。我の家に来たのか誰か。てか家狭。彼女のことを一番よく知ってるのは僕。お母様やお父様の次になるかもしれないけど、そのうち本当に一番になるよ。彼女から話しかけてくれた。僕の携帯を拾ってわざわざ話し来てくれたんだ。やっぱり僕と同じ気持ちだったんだね。僕たち両思い、今日は付き合った記念日になるね。こりゃやばいぞ。なんて日だ。雪が降っている。あんな不気味な文章を書かれて、仕事に一人で向かわなくちゃならないなんて。ここは注意だ。またあのばあさんが急に突っ込んでくる可能性があるからな。もうボスのやつじゃないか。なっちゃんっぽいやつもあるぞ。サエモン、モカリスウェット、微妙に違う。特茶、サエモン、ピップチ。
ピピシがあるぞ。なんだピピシって。先輩、トイレで先輩。ああ、俺の方がびっくりしたよ。驚きすんじゃねえよ。トイレくらい一人でさせろよ。ったく、早く仕事しろ。鍵閉めろや、お前トイレ。来た来た来た、男性かな。男の人ちょっと怖いんだよ。裸のやつ来た。裸のツルツル来たぞ。キモー、なんか踊り始めた。踊り始めてましたよ。先輩、警察呼んでください。先輩、警察呼んでください。クネクネしてます。クネクネしてますけど、しかも後ろだけ髪残ってる。なんか前だけハゲて後ろ残ってる。なんかダンス始めた。ピエンのキャラクターみたいにダンス始めましたけど、誰お前。帰れ帰れお前。なコメディこれ。豆太郎、名前やば。ジャース、今日暑いね。キャラメルチラペチーノ一つね。お客様、他のお客様のご迷惑になりますので、服を着ていただけませんか。いいじゃん、ちょっとくらい。いえ、法律的にアウトです。お姉さん、法律とか詳しいんだね。でも僕男だよ。上田くんなら大丈夫じゃない。今回の場合、公然わいせつとはならないにしても、こんな時期に上半身裸なんて常軌を逸して極めて非常識な行為ですよね。その場合、薬物の使用も疑われますよね。帰ります。帰れ。結構鍛えてるなお前。な、お前の肩、お前すごいぞ。一回なんでしゃがんだ。屈伸すんな一回。しかも車で来たんかい。歩いてこいお前みたいなやつは。また停電だ。いや、赤色のこれ怖すぎだろうが。もうちょっと考えてくれ。何、鍵が閉まってる。なんだ、誰だお前は。なんで注文するんだ。何、1時36分、1分35分。待って、この速さ、このこれが終わるまでにもしかして注文しなくちゃならないんじゃないかな。ってオッケーオッケーオッケー。ラテ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 だな。ラテは簡単だ。これはこの時間以内に終わらせなければならないんじゃないのか。ラテ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 はミルクピッチャー。大丈夫、もうできるぞ。ラテは一番最初に作ってたんだ。一瞬でできる。ああ、置いてしまった。完成させた。はい、これでどうだ。ラテ、はい、持ってけ。悪魔かお前は。あと一人いた。なんだ、後ろにいたのか。何、隠れてたのかお前は。な、二人目入ってきたのかもしかして。なんだなんだなんだ、これは一体なんだ。またラテだ。同じラテ、もう一度ラテが、ダブルラテだ。一回で注文してくれたら一回で終わらせられるんだけどな。はい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 。時間はたっぷりある。なんか入れちゃったんじゃないか。今何か入れたような気もするけど大丈夫か。完成したドリンクちょっと見てみよう。アーモンドシロップが入ってる。ぶちくっ。ああ。汚い言葉を使いそうになった。ダメだぞ。私は店員だ。汚い言葉を使っちゃいけない。時間はあと23秒。早く早く急げ。何かが起こっている。焦るんじゃない。焦らない。大丈夫。はい、持ってけ。ほら、行くんだ。もういないよな。なに、これ、ダーク。5秒。嘘だ。どうなるんだ。何が起こる。大丈夫なのか。なんだ。なんだ、なんだ。マイコ。マイナス1。何が起こるんだ。なんだ。なんだ、何か見てるぞ。うわー、やめろ。バルタン星人の声。12月17日。あれは夢だったのか。なんだこれは。雪が積もっている。おお、探偵のおじさんじゃないか。やっぱり何かあると思ったんだ。よくぞ連絡してくれた。警察を呼んでも無駄だ。あいつらは面倒事を嫌う。適当にあしらわれるのがうちだ。だから私のような人間が必要になる。ちょっと店の周りを見てくるよ。
見ててください。守ってください、私を。うん、お姉さん来ましたね。はい、あ、お姉さんじゃん、 おばあ様でしたね。お客さん、ああごめんごめん、いつものをちょうだい。はい、あんこばあさん、はい、あんこばあさん、いってらっしゃい、ありがとうございました。ねえ、こんな時間に店のアンテナ修理してるの？アンテナですか？いえ。どうしてですか？お店の屋上に誰かがいるの見たからね。本当ですか？今屋根の上には誰もいないはずです。マネージャーに電話してみますね。その方がいいわね、すっごくざっとしたから。どんな顔でした？ばあさん、ばあさん、警察に通報してくれませんか？ばあさん、おばあさん、危ないんじゃないですか、一人で外出るのも。おばあさん、マッキーの車、はしごを使って屋上を確認する。大丈夫か、このはしごを使って屋上を見に行かなくちゃならないなんて。どっか登るんだ。おお、ちょうど跡があるぞ。ここだな。いや、ここから登ったのか。まあ、そういうわけじゃないか。よし、登ってみよう。いやー、いい空だ。森王朝。私にとってここは素晴らしく快適に過ごせる場所だ。なんだ、こんなものあったか。降りてみよう。ん？ここはいつもの開かずの扉。なんだ、ここで誰か生活していたのか。バナナにコーヒーにミルク。落ちてたコーヒーはこういうことか。早く店を閉めないと。ここで飯を食っていたのか。だから前にミルクが落ちていたのか。ずっといたのか。ずっとここに寝泊まりしていたのか。え？これ全部私の写真。犯人は一番近いところで見ている。こいつはまずい、こいつはまずいぞ。私が見たのを知られたら、私もまずいことになってしまう。クローズにする。はいはいはい、閉めなくちゃならない。はい、急いで閉めよう。なんだお前、こっちは銃を持ってるんだぞ。え？これでお前の頭をぶちくる高校生の体だ。ああ、わかるか。右の目はビー玉みたいにまん丸なのに、お前左はなんか蛇のような目をしているな。奴はずっと私を見てるぞ。ああ、やっぱりあいつはあの電話を落として最初に渡したあの男だ。あそこの鍵を閉めてくるか。いや、ここから逃げる。うわぁ、やめろ。おい、お前、私を殺すのか。あー、血を吸われてます。注意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 。よし、大丈夫だ。ここを閉めれば何も問題はない。行くぞ。大丈夫、何も起こっていない。まだ何も起こっていないんだ。よし、ここをクローズにすればいいわけだな。クローズ。なんだい君は、私がびっくりするとでも思ったのかい？ん？私はずっと君が来ることを知っていたよ。なぜか知らないがね。いいかい、君のことは必ず殺してやる。誰がせるわ、ここにあるものすべてを使うんだ。ほうきがあったな。ほうきでぶん殴れるんじゃないか。よし、掃除用具、はい、雑巾、はい、すべてを持っていこう。すべてを持っていけばこいつも倒せるかもしれないな。はしごもあるぞ。よし、ここからもう一回はしご出るっていうのはどうだろうか。ああ、おお、ドライバーだ。君のことを指してもいいかね。さあ来るがいい。負けたー、負けたー。ちょい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 。ああ、閉めなくちゃならないな。よし、クローズだ。ん？誰だい君は。はしごを受けるわけだな。よし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 。上から君がどこにいるか分かれば、
レンガをお前の頭の上に叩き落とすことだってできるぞ。あ？嘘だろ。やったのかお前。この人殺しめ、死ねー。おりゃー。君はやってはいけないことをしたんだ。私を追う者は必ず始末させてもらうよ。人を殺めてしまった。レンガを落とすか迷っている時、あの男に気づかれてしまったら、あの男は怖かった。知らない人なのに、なんて、ああするしかなかった。殺すつもりはなかった。ただ怖くて、私はすぐに警察へ駆け込んだ。警察にまくし立てるように全てを話し、一緒にチラズコーヒーで行った。するとあの男はそこで、警察は私を家まで行ってくれて、後のことは任せてくれた。そしたら仕事に戻って行った。これでもう全ては終わったんだ。やっといつもの日常に戻れる。休みたいんだ。平穏だけが私を幸せにしてくれる。中学生が行方不明。私が確実に始末しなかったから中学生に手を出したのか。テレビのケーブルがまた変になっている。オーナーに電話しよう。コーヒーを見るとまた思い出すわ。あれ、携帯どこ行った。嘘だろ。なんでこんなところに。ベランダ。もしやしたか。その車から出てくるつもりか。うん。よし、取った。離れるんだ。こっからすぐに。来てみろ。刺し殺してやる。家の中に入っているんじゃないか。これはよくあるホラーのパターンだ。おびき出して、その後家にいるっていうパターン、いるんだろう。刺し殺してやるぞ。あら、私本当にアイドルみたいな美しい見た目。おい、ハロウィンかよ。マイケル・マイヤーズみたいな登場の仕方やめろ。お前、殺せ。大丈夫だ。私は殺したはずだ。私は持っていたからな、ドライバーを。ということは彼を必ずやったんだろう。うん、最初はいろいろ覚えなくちゃならないところがあって、コーヒーのあんなめんどくさいものを覚えてどうなるかと思って、こりゃやばいゲームに手を出したのかもしれないと思ったが、そうだな、点数をつけるなら80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、90点としておきましょう。A 点事件、The Crust and Saranan は90点でございます。また、これは YouTube の方でもコンパクトにしてね、ぐだってるところは切って上げておこうかなって思うので、まあたまになんか暇になって面白いの見たいなと思った方は再生してください。それではお疲れ様でした。いい夢見ろよ。